やりますよ。どこに来ているかというと、はい、はい、イーストビレッジです何今、はいは、いや、言うかなと思って。イーストビレッジ、イーストビレッジです。イーストビレッジね、何がありますか。日系のレストランとかが多いイメージ。あとある、なんかない、まあ、なんか飲み屋がいっぱい、うん、フルニアとかも結構あるし、あるな、日本の店がいっぱいあるんで、リトルジャパン、リトル東京、リトル東京、リトル東京とも言われているところがあるんで、そう、まあまあ、セントマークスという通りなんですけど、そこ行ってみたいと思います。はい、行こう、行こう、行こう。イーストビレッジって言ったらセントマークスっていうものかなって。この通りにあの日本の居酒屋とかラーメン、鍋、寿司、なんかいろいろあるんですよね。ここ来ますか。もうここ1年ぐらい来てないカラオケとか来てたけどね。あ、カラオケあります、ね、うどんウエストに行ったわ。あ、福岡の人はね、うどんウエスト、そうですね、九州だった。なんか友達と飲みに行った。あの安い居酒屋みたいなのもあるけんさ、来たばっかの時お金ないけんさ、そうよく行ってた。でも飲み行きたいから。そう、喧嘩、喧嘩によく行ってた。安い。店員じゃ金がない。あ、いや金がね。金にもないけど。確かに。最近いいことありましたか。いいこと。いいこと。はい。この質問。いいこと別ねえよ。毎日いいわ。おお、それが幸せですね。なんだよこれ。すぐ焼けすぎじゃない。ああ、そう、ああそうなんです。何、海行きました。海行ったの。行った。どうやった。めっちゃ良かった。ちょっとどんな会話やん。久しぶりに来たら全然違うね。うん、確かに。まあ、昼来るのと夜来るの。つうかさ、日本人全くいないけど。いないね。おお、もっと行ってもいいよ。あれが噂の変化ね。夜この通りに来ますね。あ、でも私花ピアスこの辺で開けました。あ、自分で行ってお店行ったんですけど、あっち側で、タトゥー屋さんとか、うん、多いピアスとか多いね。ちなみに花ピア開けてる女の子どうすか。まあ、開けてるか開けてないかで言ったら開けてない方がいいかな。俺もそうだな。なんでなんで、別に関係なくない。関係あるんだって。どっちかって言われたら確かに、いい答え。それだ。いや、ダメな人は本当ダメだもん。ね、ピアス開けてる男を、なんとも思わない。もう全然いい。どっちでもいい。どっちでもいい。開けてるか開けてないかだったどっちでもいい。似合ってるか似合ってないか。そういうこと。似合ってなかったらちょっとそれ外した方がいいわ。言うの。あ、言うの。まあ、ここは夜の街やね。そう、確かにね。夜街まだ何あれ、うん、何あれ。なんか新しいのができてる。これ日系の日本の化粧品が売ってる。へえ。日本の化粧品が売ってるお店が新しくできたみたいです。あ、本当だ、日本語がある。入る。入りましょうか。何それ。リップ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。かわいい。いらっしゃいませ。リップグロス。リップグロス。アメリカランキングナンバー。誰に調査したんだよ。あ、懐かしい。あ、これコンビニに捨てるよ。うん、BHC。 すごいね、日本の一曲みたいに、ね、これ今まで日本でしか買えなくて、私日本帰っただけに買ってきてたんですけど、ドリンゴの割高なの、やっぱ値段は。安い。13とかだから、日本でも1000円ぐらいするんじゃないですか。300円ぐらいって感じ。
じゃあこの機会に化粧水デビューしようよ。大事ですからね。俺マジ宣言ね。かわいい。子供の歯ブラシがある。パックがありますね。パックか。お。私クマがよくできるんですけど。うん、目元ケア。なんかやったらいいのかな。やったほうがいいですよ。俺マジ何もつけんけん。顔顔一ヶ月以後にもうシャンプーしてそのまま洗う。いやだ、それちょっと悪い。最悪ですよ、それは。それはあかん。男たるもの。肌悪くない。そういうんだったらむしろ全部石鹸じゃって。すごいっけな。かっこ。300ドル。そんなすんの。あ、すごい、これ吸い付かれる。お、小顔になったなんか。お、なんか引っ張られるんですけど。あ、そう。もうすげえ。あ、すげえ。すごい。これすごいよ、これ。これすごい。これマジですごい。でもね、3万ぐらいします。2万、3万します、ね。これはこれ。何？これどこだろう。雪肌精買おうよ、雪肌精。やってまーす、マッサージ。気持ちいい。はい。あ、いいね。しかもこれも素肌でやった方が疲れるんですよね。ああ、そういうことか。いい。いや、なかなか来ないから回ると面白いですね。そうね。なんか変わってたね。変わってた。背が変わってるね。さっきの店めっちゃ女子はドラッグいいんじゃない、疲れそう。薬局みたいな。ドラッグとは森みたいな。知らないじゃん。知るわけねえ。ドラモリ、ドラモリよ、ドラモリ。何それ。もう一本、隣の道にもちょっとあるんやろ。はい、日本の蕎麦屋とか。あ、サンライズね。サンライズ、日本のスーパーマーケットの蕎麦屋。あとサンライズか、サンライズ。サンライズマーケットね。お好み焼きとかもある。ああ、あるね。ここがニアベとキューストですね。イースト側になります。ここの地下にあるデシベルっていう居酒屋なんですけど、焼酎とかいろいろお酒とかバール、ちょっと隠れ家的な感じで、ここにチャーンっていうとこ行きたいんですよね。チャーンっていうカフェ。チャーン、チャーン、これは2号専用で、もう一つ向こうにあるチャーンが向こうが本物か。そうそうそう、本物っていうか、こっちも本物だけど。これはこっち新しくできた。おいしそう、団子がある。わ、やば、これはいいですよ。チャーンの抹茶パフェは最高だよ。食べたことあるんですか。昔ね。これはここ気になった、俺も。Thank you. Very strong.なんかね、夜はね、この辺りね、クラブみたいな、バーみたいな、クラブみたいな感じで、結構なんかモルサンパスが、ほとんどで、いいやつ。たこ焼き屋さん、これこれ、お好み焼きとか。たこ焼き食おうぜ。たこ焼き、たこ焼き買いましょう。さあ、まあ日本のたこ焼きと一緒ですね。これ絶対熱いやつ。猫舌ですか。熱い。うん。それあそこから出てきたから。あそこから出てきたから。味は？うまいっす。うまい。焼き方も悪い。硬い。全体的に。まあまあまあ。まあまあまあ。食べれないのか。大丈夫。雰囲気かね、雰囲気。味は悪くないんだけど。なんなら味って別にソースやけど。うまい。ソースはうまい。ここは？あ、お寿司屋さんですね。お寿司屋さんなんだ。このね、葉崎って店さ、はい、なんかうちの地元に葉崎っていう町があるのって一緒だなと思ってたらさ、オーナーがそこの出身の人だったみたいな。あ、だからそうそうそう。っていうのをジャピオン見て知った。ジャピオンっていう日本の
マガジンじゃないけど新聞みたいな、新聞みたいな。いやマジですごいけどね、ナミコ懐かしいな。ナミコっていうと羽崎高校ナミコだった。そういうこと。あそう、そういうこと。地元のやんちゃな兄ちゃんたちが通う。怖いや。めっちゃ怖い。千葉ヤンキー多そうだな。でもそこはね、茨城なの、隣町だけど境目だから。しばかるってことがある。いや俺はしばかれない。なんて言ってもここでしょ。横丁。あ、横丁。横丁居酒屋みたいな。そうそう、横丁って2階に上がっていくんですけど、その隣になんか隠れドアじゃないけどあって、エンジェルシェアっていうちっちゃいこじゃれたバーがあって、で前ピカイチになったバーテンダーが働いてたみたいで、もう今はいないみたいです。今おらんの。美味しいカクテル出してる日本人がやってるバーテン。そうです。その隣はサンライズマーケット。マートか。マート。これはもうスーパーね。あれもう帰ってきたやん。一周。さあ。さあ一周して終わりに近づいてきました。というかもうクライマックス。終わりですかね。まあでもイーストビレッジはギュッとしてるね。ギュッと詰まってますね。あと無印とか。ああそうね。あの牛角とかもちょっと離れたところにあって。そうそうそう。ニューヨークに来て、あ日本食食べたいって、もうここに来ると何でもあるから、とりあえずね、間違いない。こっちに行ったらブルーマンの劇場とかあるから。これはすごい。ブルーマン行ったことある？ないです。結構面白いよ。あるの？一回行ったの。まあ打楽器よね。なんかリズムに合わせてコミカルな動きも含めて。喋んない。喋んない。いくらぐらいだったっけ？チケット。670ぐらいか。そんなしないんだ。560ぐらいか。で1時間半ぐらいの商品。面白かった。その向かいにあるジョージパブっていう、これもなんか劇場みたいな感じで、結構日本のアーティストとかがこれライブやったりとか。まあ、イーストビレッジ。どうですかね。素晴らしい場所でした。でした。暑いから、暑いからね。暑いから。変なテンションになってるよ。日本食が恋しくなったら、ぜひイーストビレッジに来てください。イーストビレッジ編は、ここで終了となります。はい。早かったね。早かった。結構ゆっくり歩いたけどね。早かった。じゃあ、また皆さん。はい、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンぜひお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。皆様、笑顔一日頑張りましょう。ゴー。